コレステロールが気になると思っていませんか？そんなあなたへ今から悪玉コレステロールを抑える具体的な方法をお伝えしていきたいと思います。この動画では 1. なぜ悪玉コレステロールが増えるのか 2. 悪玉コレステロールを抑えるためにはどうすればよいのか 3. 悪玉コレステロールを抑えるそのおすすめの〇〇ランキングをお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではこのように様々な腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録をしていただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目です。なぜそもそも悪玉コレステロールが増えてしまうのかというその理由についてお伝えしますね。そのポイントは中性脂肪です。耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。この中性脂肪といいますのはあなたの血液中にあるその脂肪のことになるんですよね。これが悪さをしているわけです。この中性脂肪が血液中に増えることでこの悪玉コレステロールが増えてしまうんですよね。なぜかというと脂質代謝がこう落ちてしまうからなんです。そうすると何が起こってしまうのかということで、例えばですね、悪者が増えたら正義の味方はどうなるでしょう。大変になりますよね。それと同じでその善玉コレステロールがですね減少、少なくなってしまうからなんですね。だからますます悪玉コレステロールがその結果増えてしまって、よりその脂質代謝が落ちるから脂肪がどんどん増えてしまうというその残念なですね物語、ストーリーになってしまうわけですね。ですからいかにこの悪玉コレステロールを抑えることができるのかという鍵は、いかにその中性脂肪を抑えることができるのかということにかかっているんです。はい、では2つ目の項目に移りたいと思います。悪玉コレステロールをでは抑えるために何をすればよいのかということですよね。なのでそもそもその血液中の、いるその中性脂肪が増えたことが原因ですから、この中性脂肪をいかに増やさずに抑え込むことができるのかというところにかかってくるわけです。ですから例えばですね、血液中の中でその悪玉とその善玉が戦っているわけですよね。ですからいかにその悪玉を抑えて善玉を増やしてあげることができるか、正義の味方をどんどん増やすことができて悪をですね退治することができるかということになってくるんですね。そこでまずはですね、そもそもの原因の中性脂肪が増えている理由なんですが、もうこれはですねもうズバリ食べ過ぎです。食べ過ぎてしまっているからこそ、その余った余分なものがいつまでもその血液中にいる。でそれがですねどんどん増えてしまうと、やがて内臓脂肪であったり皮下脂肪であったりということで、その溜め込んでなかなかですね一旦溜め込むとそのエネルギーとして使ってくれない脂肪へと変わっていってしまうんですよね。ですからいかにまだ血液中のその中性脂肪のあの状態であるうちに抑え込むことができるかということがですねとても大切になってきますね。でしかもですね、私たち女性の方が内臓脂肪であったり皮下脂肪というのを溜め込みやすいですよ、男性に比べて。もう本当にね悲しいんですけれども、ただ悲しんでいるばかりではいられませんよね。じゃあどうすればよいのかということを具体的に次の項目であなたにお伝えしてまいりますね。では今までお伝えしましたことを踏まえまして、今回はいろいろですねその血液中の中性脂肪を抑える方法はあるんですね。ただどなたでも簡単に今すぐ取り組みたいって思いませんか？例えばこう難しいカロリー計算ですとか、お食事とかメニューのバランスを考えるとかですね、あの食材を買ってこなくちゃとか、いろいろ大変だと思うんです。ですからとにかくそのまあ元々を正せば食べ過ぎなわけですから、よく噛んで腹八分、私が別動画でお伝えしております通り、痩せ体質になるためのその腸内環境を整えていただくということをベースに取り組んでいただきたいですね。ですからご興味おありの方は私の別動画をぜひご覧ください。様々な腸活法をお伝えしております。ただ今回はですね、
もうポイントはもう簡単にできるなんですよね。とても大事ですよね。難しいことって長続きしないと思いませんか。やはり楽しくですね、美味しく簡単にです。そういった要素がある。ダイエット法であれば、あなたのそのコレステロール値もですね、その例えば健康診断で引っかかってしまったとか、お医者様からもう少しそのコレステロール値をね、悪玉が多いから抑えなくちゃねとか、もうちょっと痩せないといけませんよとか言われてね、じゃあどうしたらいいのかってね、難しいと思うんですよね。そこで私が今からお勧めいたします〇〇のランキングとね、冒頭でお伝えしましたけれども、今回はお茶です。コレステロール値ですよね、この悪玉コレステロールを生むその中性脂肪を抑えてくれるお茶をですね、今回トップ5ということで5種類ご準備いたしました。で、なぜこの5種類にしたかと言いますと、やはりその一番いいね、トップ5のうちのさ1位のお茶もあるんですけれども、やはりいろんなお茶をまんべんなくその方の体調とかですね、体質に合わせて飲んでいただきたいなという思いを込めまして、今回お茶を5種類トップ5、私の美腸活専門家の観点から5位から1位まであなたにお伝えしてまいります。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。ではランキング第5位はこちらです。緑茶になります。で、私が今からですね、このランキングをお伝えしておりますその前提として、もうとにかくですね、無農薬であること、オーガニック有機栽培であるお茶を選んでください。なぜかという理由はまた別動画でお伝えしておりますので、ぜひご参考にされてくださいね。で、まず5位に選んだこの緑茶なんですけれども、とにかく脂肪燃焼効果があるんです。なぜかというと、そのポリフェノールが多く含まれていることで代謝が上がるからなんですよね。で、結果その中性脂肪を抑えてくれることができます。そしてまた太る原因のその血糖値をですね、急上昇するのを抑えてくれる効果もありますから、結果脂肪を溜め込まずに済みますよということ。そして嬉しいのが、コーヒーなどに比べてカフェイン量が少なめなんですね。ですから、やはりその多くの方がですね、今ストレスを抱えていらっしゃると思うんですけれども、ストレスがあるとなかなかね、痩せることができないんですよね。なぜかと言いますと、その自律神経のバランスを乱してしまうからなんです。その時にですね、このカフェインがたっぷり含まれている飲み物、例えばコーヒーを1日に何杯もですね、多く飲んでしまうとか、そういった方というのは、その自律神経のスイッチオンの交感神経をどんどん刺激してしまって、本当はお体が休みたいのに休めない、飲めば飲むほどもっと頑張れ頑張れってですね、こうご自分に鞭を打っているような状態になるんですよね。そうすると腸が動かなくなってしまうんです。なぜかというと、その腸は逆、副交感神経といってスイッチオフの方の神経が元気な時にやはり一番活発に動いてくれます。でないと、やはり腸が元気ではないと痩せることができませんから、そのカフェイン系をですね、たっぷり飲むっていうのは NG なんですね。ですから、そういったカフェインが多く含まれているものよりは、緑茶はまあ比べたらカフェインは少なめ、まあ、もちろんゼロではないんですけれども少なめなので、そういったストレスがかかっていることが原因で私は太ってるなって感じてらっしゃる方は、ぜひその緑茶のね、カフェインは少ない方をコーヒーよりも多めに飲んでいただきたいなと思います。ですから5位はこの緑茶を使って中性脂肪を抑えていきましょうねってお話です。どんどん参りますね。第4位はこちらです。紅茶になります。で、私がこの紅茶がなぜ第4位でおすすめなのかと言いますと、ここですね、お体をやっぱり、ね、温めてくれる飲み物なんですよね。先ほどの緑茶は残念ながらお体を冷やします。飲めば飲むほどそのお体がどんどん冷えていくんですね。なので私もそうですし、私がお伝えしていらっしゃるそのクライアントの方々からもね、よくお話聞くんですけども、本当に緑茶飲むとさーってね、特に手先とかが冷えます。それをご実感できるぐらい、そのお体が敏感になってくださると本当に嬉しいなと思うんですけれども、さーっとやっぱりですね、たとえホットであってもやっぱり冷やす要素が多いんですよね。それに比べて紅茶は温まります。ポカポカ、特に生姜紅茶なのにして飲んでいただきますと、もっともっと代謝が上がって、おすすめのそのデトックスのお茶になります。
まずは紅茶もその温めることがすごくおすすめですということと、そのことでデトックスができる、そしてプラスもちろん脂肪の吸収も抑えてくれますし、血糖値の急上昇も抑えてくれます。このあたりは緑茶と同じですよね。違いは温めてくれるということです。ですからさらに温め効果のある生姜紅茶がおすすめということになります。では次第3位に行きたいと思います。第3位の茶もカフェインが入ってます。ウーロン茶です。このウーロン茶のです、脂肪燃焼効果ってすごいんですよね。脂肪も燃やしてくれる、そして中性脂肪、血液中にある中性脂肪も抑えてくれる、そしてその脂肪をですね、出す、お体の外にこう出すという脂肪、その促進、脂肪を排出を促進してくれる効果もやはりウーロン茶って高いですよね。なのでよくあの焼肉屋さんとか行かれますとセットに出てくるお茶、あのウーロン茶多くないですか。それはまあもちろんさっぱりするというのもあると思うんですけども、なぜかというとそういったこう脂肪の吸収やその排出を促してくれるお茶ですから理にかなっているわけですよね。なので焼肉屋さんに行かれてそこのお店がですねウーロン茶を出してくださるっていうのは本当にお心遣いのあるお店だなと思っているので、私はおすすめしたいと思います。まあ、ご自分でご持参することはねとなかなかできないと思いますけれども、お食事に行った後は例えばもう直後にウーロン茶を飲んでいただくっていうのでもいいと思うんですね。そして、まあ、ウーロン茶、まあ、今までお伝えしましたゴン5、4、3位までのお茶はやはりそのカフェインが多めであることは間違いありませんから、ストレスがかかっていらっしゃる方は飲みすぎには注意してくださいね。では第2位をご紹介したいと思います。私が今回選んだ第2位のお茶はこちらです。ギャバ茶です。ギャバ茶ってねこう名前を一度聞くと思いませんか、ギャバって何。今よくですねあのギャバが多く含んでいるチョコレートって見かけたことありませんか。ギャバがこういっぱい入っている、よくそのキャッチコピーにはストレスをね緩和してくれるギャバがいっぱい入っているチョコレートですよ、リラックス効果があるんですよということで、よくコンビニですとかあのスーパーで見かけること多いと思うんですけれども、やはりこのギャバを多く含むのがこのギャバ茶なんですよね。まあ、名前の通りですよね。そのギャバを多く含んでいることでその中性脂肪を抑えてくれたりとか、コレステロール その高いですね悪玉コレステロールを抑えてくれたりで、またいいのがこのストレス緩和効果があるということですよね。ギャバが先ほどお伝えした 5、4、3位 の あのお茶たちよりも圧倒的に量が多いんです。もちろん緑茶も紅茶もこのギャバって微量ですけど入ってはいるんですが、もう圧倒的に多いのがこのギャバ茶ということになりますから、やはりいいですよね。そしてほぼほぼですねギャバ茶はカフェインがもうほとんどない、とゼロじゃないんです、ゼロじゃないんですけれども、先ほどの3つのお茶に比べたら圧倒的にカフェイン量も少ないですし、そしてギャバがもう圧倒的な量でですね多いので、その血中、まあ、血液中の中性脂肪を抑えたい、結果そのことで悪玉コレステロールをですね抑えたいということであれば、やはりそのギャバの力を使って抑えていただきたいなと思います。では次いよいよ第1位あなたにお伝えしてまいりますね。それは途中茶になります。で途中茶のおすすめはもうとにかくノンカフェインであることなんですよね。先ほどからお伝えしております通り、やはり腸をですね元気に動かすためには交感神経を優位にしてはいけないわけです。そのためカフェインを取りすぎてはいけないわけですよね、ということをお伝えしました。ですからこの途中茶はもうお子様でもお年寄りの方でも安心して飲める、妊婦の方もそうです。ノンカフェインですから、ぜひ途中茶をあの第1位として選んだ理由というのはここにあります。でまたコレステロールの吸収を抑えてくれるというですね研究結果が出ているのもこの途中茶なんですよね。脂肪吸収を抑えてくれることで、その中性脂肪を結果抑えてくれる最高のお茶はやはり途中茶になります。で途中茶の単品もよく目にされると思うんですけれども、よくはあのブレンド茶ってありますよね。16茶とか24とか36とかいっぱいあのブレンドしているお茶も目に見かけると思うんですけれども、そういったお茶にもよく途中茶って入っていますから、そういった形で召し上がっていただいても良いと思うんですね。ただ
中性脂肪を抑えてコレステロール数値を下げて、今度の健康診断ではもう先生が20丸、お薬は必要ありませんよって言われたくないですか。私のところにですね、いらしてるクライアントの方もとにかくこの中性脂肪率が高くて、コレステロールがですね、悪玉がすごく増えてらっしゃって、病院からも何種類もですね、お薬が処方され、そのお薬を飲むことで結果その副作用が出てしまって、その副作用を抑えるまたお薬っていう、この悪循環になってらっしゃるという方がですね、やはり多いですよね。でその方がおっしゃるには、口を揃えて先生ってお薬やめたいですっておっしゃるんですよね。でしたらやはりお体の体質自体を根本的に見直して改善する必要があるんですよね。あなたにもおできになりますよっていつも応援してね、メッセージをもう常にその LINE とかでもねお伝えしてるんですけれども、やはりお薬はもちろん命の危険に関わるような時はですね必要なんですけれども、結局そのお薬を治すというよりはですね、やはりご自分の日頃のその召し上がってらっしゃるものであったり体質ですよね。体質そのものを変えない限り根本的にはやはりね治らないと思うんですよね。難しいですよね。それだけじゃやっぱり難しい。そうした時にいろいろなあれこれあれこれ言われたらやっぱりねストレスになると思うんですよね。あれもダメこれもダメって言われるって本当にお辛いと思うんです。でなかなかねやっぱできない。その時にこういったお茶の力を借りていただければですね、簡単に取り組めると思いませんか。このお茶を飲めば中性脂肪を抑えて結果悪玉コレステロールを抑えることができるんだなっていう、その簡単にできるところからまずは取り組んでいただいて、ただ目標は高くですよ。そもそもあなたの体質を変えないといけないっていうその必要がありますから、そのヒントとなる取り組みはですね、私別動画でもたくさんご準備しておりますから、ぜひこの動画以外もですねご参考にしていただいて、どんどんあなたの人生が好転する、良くなっていく方向に向かってですねお役立ていただければ、もうこんなに嬉しいことはないです。私のこの取り組みにですね、ご提案していることに対して取り組んでくださっている方から、本当に先生体調良くなって痩せて娘さんとシェアね、お洋服がシェアできるとかですね、一緒にお洋服買って着てるんですよとか、嬉しいコメントいっぱいいただいています。なのでよろしければ私の YouTube チャンネルや LINE ですね、そういったところにどんどんコメントいただけますと、もう本当に嬉しいです。さあこの動画のまとめに入りたいと思います。1、なぜ悪玉コレステロールが増えてしまうのか。それは血液中の中性脂肪が増えてしまった結果ですよとお伝えしましたね。では2つ目です。悪玉コレステロールを抑えるためには、ではどうしたら良いのか。中性脂肪を抑えればいいんですよということでしたね。3つ目です。悪玉コレステロールを抑えるためには様々な方法があります。ただ簡単で今すぐできることは何かと言いますと、先ほどランキング形式でお伝えしましたお茶5種類をあなたのそれぞれ体調に合わせてですねお飲みいただきますと、中性脂肪を抑えることができて、結果悪玉コレステロールも抑えることができて、健康的で綺麗なお体へと生まれ変わることができるんですよ。ベースは腸内環境を整えて痩せ体質になることが大切なんですよということをお伝えしてまいりました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルでお伝えしておりますお話をぜひあなたの人生にお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。